津島要塞とは、津島の防備のため設置された大日本帝国陸軍の要塞である。津島中央部の浅地湾竹敷地,地区は海軍の拠点であり、津島要塞は竹敷の海軍施設に対する外海からの攻撃を防ぐ目的で建設された。そのため、初期の津島要塞に設置された砲台は浅地湾に集中している。年月から工事が開始され、 東京湾要塞に次いで日本で2番目に建設された要塞となった。1888年10月までに4砲台が竣工し日清戦争を迎えた。日清戦争後に津島要塞の防備は強化され、浅路湾に加え三浦湾、周市湾でも砲台の設置が計画された。浅路湾では48国砲台、太平港砲台、城山砲台、 城山付属捕類が、三浦湾では、姫上山砲台、織瀬が美砲台が、船市湾では、ネオ捕類、上坂捕類が着工し、日露戦争前の1903年3月までに、完成した。日露戦争中、バルチック艦隊に備えて、朝地湾の防御を強化するため、合山砲台、菓子岳砲台、多幸崎放題、巡る砲台の建設に着手したが、 巡る放題の工事は中止された。1920年に津島警備隊司令部は津島要塞司令部に改められ、司令部は伊豆原に置かれた。津島警備不評大隊は廃止になり、津島重砲兵大隊は取り知恵砲兵大隊となった。重砲兵大隊は三個中隊の編成であったが、1922年に一個中隊を現じた。 日露戦争後、津島要塞の整備はしばらく行われなかったが、1924年9月の龍の先第一砲台着工を皮切りに、再び砲台の新設が行われるようになる。従来の砲台は、射程距離が短く要塞の役割は、港湾の防衛に限定されていた。しかし、竜の先第一砲台以降に建設された比較的、新しい砲台は、射程距離が長く、 津島周辺の海域を航行する敵艦艇への攻撃や域要塞との連携による津島海峡の制圧が可能になった。この時期に建設された砲台のうち特筆すべきは津島北端の豊か砲台である。豊か砲台にはワシントン海軍軍縮条約によって建造が中止された戦艦、土佐の主砲塔を転用した40センチ可能砲が設置されたが、この砲は 日本軍の要塞で運用された最大の砲だった。また、新たな砲台の設置に伴い、初期の砲台は一部を除いて、廃止、除籍されている。1936年に、鶏知恵砲兵大隊は二個中隊のまま取り、知恵砲兵連隊となった。1939年には、津島要塞司令部と、鳥知恵砲兵連隊が配置されていた。 11月10日の時点の人員は戦闘員452名、非戦闘員69名で、他に馬11頭がいた。非戦闘員のうち20名は鳥知陸軍病院に勤務していた。1941年7月、関東軍特殊演習に伴う動員令が出され、津島要塞の部隊は戦時編成に移行した。砲兵連隊は島要塞重砲兵連隊となって、 兵力を数倍に増し、平時に休眠状態だった各砲台に部隊を配備した。津島要塞防空隊と第66要塞不評隊も編成された。この体制で12月に太平洋戦争に突入した。第66要塞不評隊は1943年9月28日に復帰した。戦争中、津島付近には潜水艦が出没して、 日本の貨物船を攻撃したが、津島要塞に対する攻撃はなかった。津島海峡の防衛拠点として、日本本土の沿岸要塞の中でも重要なものとして、見なされていた津島要塞であったが、結局本格的な戦闘は一度も経験することなく1945年8月に敗戦を迎え、年内に部隊は復員した。上山砲台屋と豊か砲台屋と、ありがとうございます。